はい、ちょっと今緊急で動画撮ってまして、さっき博多二人旅のやつを動画上げたんですよ。まあそれのコメント欄で意見をいただきまして、ちょっと自分の考えを改めようと思ったので、まず先にファンのみんなに聞いてほしくて今動画を回してます。まあどんなコメント欄だったかというとですね、まず最初のタイトルとサムネは結構女の子を使った釣りのタイトルとサムネだったんですよ。でもその結果やっぱり、まあ、そこで勝負してほしくないと、あとそっちの線はもう行ってほしくないとか、僕としてはやっぱ数字も大事なんで、新規を取らないと前には進めないというかっていう気持ちもあったんで、その声をちょっと無視しようかなと思ったんですけど、でもやっぱちょっと違うなと思って、考えを改めようっていう風に思ってタイトルとサムネをもう今入れ替えてます。改めようと思ったのは一個思い出したんですよね。僕のチャンネルって基本フルテロップじゃないですか。言われることがあって、まあ耳のちょっと不自由な方もおられるわけで、そういった人たちにヒカルさんがずっとフルテロップでやってくれるから僕は毎日ヒカルさんのチャンネルをずっと楽しめるんですっていう、ずっとヒカルさんの動画を全て見れるんですっていう風に言ってたんですよ。だからもしかしたら今回俺がこうサムネタイトルとかをこう過激にしたことでずっと俺の動画を見てた人が見なくなるんじゃないかなって思ってしまって、なんかそれって新規が取れないことより嫌なことだなっていう風に思ったんで、入れ替えようっていう風に決意しました。新しい人に見てもらう喜びよりも今ずっと俺のことを見てくれてる人にずっと見続けてもらう喜びの方が大きいですね。それを改めて感じた日でした。はい、そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。